うちのおじいちゃんそれで亡くなりましたからだけどねあの時代の人たちは本当に医者行かないですよ検査に行きましょうと山崎さんからも言ってくださいぜひ保険に入るのは圧倒的に率が悪いはずなんですよ 内視鏡を飲むのが奥で、奥な、ね、こ,こととかってあるとそれを正当化しようとするから、それはどういうふうに考えてたかっていうと、癌っていうのはそもそも2種類あるんだ。転移して治らないようなタイプの癌と、1箇所で大きくなるだけで、 割と、これ見つけて処置しても大丈夫な癌と、二種類あるんだ。癌と癌もどきっていうような、えっと、これは亡くなったあの、慶応大学の近藤誠先生の考えた分類なんだけど、初期に発見したからといって、転移してないわけではないので、じゃあ、あの、初期に発見するっていうことに。 そんなにこう、あの、一生懸命にならなくてもいい。そういう考え方があるんですよね。ただやっぱりそれは将来の転移とか、将来、あの、生きる生きないは別として、見つかった状態で治療するじゃないですか。治療の負担がやっぱり、ステージ1、ステージ2と、ステージ3とではものすごく違うし、それはコストも違うので、 やっぱりそれをこう、例えばお金で換算したりすると、相性のいい病院見つけて。健康診断を受けて、まあ内視鏡を飲んでいくんだったなというふうに思います、ね。<laughs> 僕はでも、ずっとそれは、主張していて。癌のなり方って。 割ととそんななななにバリエーションがないいいいうかかか確率論ででしかないじゃないですかもちろんその遺,伝遺伝的にがんになりやすいなりにくいとか生活習慣的になりにくいなりやすいあるんだけれども、まあ、消化器系のがんって割とその早期発見しやすいしまずじゃあ胃がんはほとんどピロリ菌が原因だし大腸がんはまあほとんどがポリープからがん化していく。 あとまあ食道がん胃、まあ、カメラ飲んでれば、まあ、1年に1回ぐらい飲んでればかなりの確率で早期発見ステージ1とかで発見される可能性が非常に高くなるので。 まあ僕はそれだけでしかないなって逆に思ってるんですよね。そのマイナーながんはまあともかくとして。あとまああの肝臓がんとかも割とその昔はねアルコール飲みすぎると肝臓がんになるよとかって言われてたんだけど実際は大半が B 型肝炎ウイルスとか C 型肝炎ウイルスがあの原因になってなってることが結構ウイルス性のがんがやっぱり多くてまあ子宮頸がんとかもそうですけどそういうことをやっていった上で その難治性の希少な癌とか血液の癌とか、まあ、日本人はあんまりなりにくいですけど皮膚がんとかそういったものになってしまってることはそれは運が悪かったねって話でしょうがないなとは思うんですよね。うん だちょっと近藤誠さんはねちょっとやっぱり影響力を持ちすぎて多分この人によってそのがんになってるる人は結構いいと思いますよもちろん過剰の検査はもちろんあるんですが逆に僕はすごいなと思うのはいまだにまあ多分胃の検査っつったらバリウム飲んでる人多いですよね人間ドックはあの標準があのバリウムになってますからねそうそうそうバリウムとかマジで100があって一輪なしなんでバリウムで結構死んでる人いるんですよえっ あのバリウムって金属なんででは危ないですよして肺に入っちゃったりとかするともう悲惨なことになるんですよそ金属そう腸の中に滞留しちゃったりとかして固まっちゃったりとかして便、うん、が出なくなっちゃったとかいろいろあるんですよの割に例えば食道とか見えないんであんまりあと毒影する人がだんだんいなくなってるあ要は写真を見てあのレントゲン写真を見てがんとか見つけられるんですけどそれをできる医者が少なくなってる ももうバリウムは、うん、もう時代遅れだと思われてるんでそういうとこ消しちゃダメだと思うんですよね。あと,あとやっぱり胃カメラまあ本当山崎さんみたいに飲まない人は面倒くさいとか痛そうだとかなんか苦しそうだとかもちろんみんな思うと思うんですがそこがやっぱりすごく心理的なハードルになっちゃってる、うん、から近藤誠さんの理論とかにまあああ言ってる。 ね、お医者さんが「っ行ってんだから大丈夫だろ」うみたいな感じで行かない人がすごく多いので僕はそれはすごく残念でしょうがないでですよねえでもこの他の臓器に転移していくやつ本物のがんってあるじゃないですか。これってでも転移 いやだからその転移っていうのはさっき言ったようにそのがん幹細胞が割とそれを司ってるっぽいよねっていうまあまあまだその完全に分かってるわけじゃもちろんないんですけどそのがん幹細胞っていうのがあってそいつがエクソソームとかを出していてエクソソームが例えば転移先の臓器にあらかじめ 本当にウイルスみたいなもんなんです。ウイルスでもちっちゃいですけど、それが血液中を通って転移先の環境づくりをしてたりとかするらしいんですね。初期で見つけても、将来転移するような癌っていうのは。その段階でも、あの種がまかれてるから、早期発見で必ず治るわけでもないので。だから、いらないんだ、うん。まあ、ただ上皮の中にとどまってる間は。まあ、なかなかその血管とかリンパ、リンパとか通じて。 他ののところに行っったりっていうのはなかなかななしづらいいとは思いますけどねなのであの消化器系の早期のがんっていうのは割と治療の成績が良い、うんうん、けれども例えば膵臓がんとかになると膵臓がんって膜がないんで要はもう直接もう腹膜の中に入っててじゃあ膵い臓カバーしてる膜みたいな膜というかあれ例えば腸だったら腸って外界なんですよね腹膜の中ではなくて外なんですよ。皮膚みたいななもんなんですよだから 外界と完全につながってるんで腸内細菌とかいるじゃないですかあいつら要は自分たちの仲間ではないので細菌なんて大腸菌とかもちろんなのでそいつらが内側に入ってこないようにバリアがあるわけですけどそのバリアががんもバリアしてるんで上皮がんっていうのはステージ1とかだと治りやすいその転移とかもし,しづらいその状況だと。でも2ぐららいから 転移してくる。どっちにしてもステージ1で見つかるとかなり治療成績はいいですよね。最近堀江さんレックスジャパンのヒースさんの件で米国の検診とか韓国の、はいえー、話もされていると思うんですけれども、はい、あれ大腸がんみたいですね。だおそらくあれは大腸ポリープだと思います。見つかった時にはステージ3とか4とかの段階だったんでかなりまあ悪かったと思いますけど、大腸がんは本当に自覚症状出にくいんで相当でかくなっても。 その無症状であることが多いので、やっぱ大腸内視鏡は。あの五十代前後、アラフィフぐらいからは受けといた方がいいですよね。えー、お父さんに行っとこう。えずっと行った方がいいですよ。うちのおじいちゃん、それで亡くなりましたから。だけどね、あの時代の人たちは、本当医者行かないですよ。うちのおじいちゃん、なんかね。えー、20何年前に、膀胱癌になってんですよ。膀胱の中の癌がでかくなりすぎて、頻尿になりまくってて、それで、もう渋々行ったら。うん もう膀胱前ですねみたいなそれで毎年人間ドック的なものは受けてたのに、まあ、人間ドックって健康診断でそれで便潜血検査ってなっい陽性がですよ大腸内視鏡をそこで入れとけばポリップの段階で多分取れたと思うんですけど腰痛とかになっちゃってもう痛くてしょうがないぐらいの状態になってるからまたもう転移してるんですよねその状態だと。まあ、だからととりあえず近藤誠理論は置いといて 検査に行きましょうとう山崎ささんから見てください私のケースでいうと見つかった時には治療するわけだからその治療の段階でのコストの差これを考えただけで検査自体はコスパに合うやっぱ確率だとか苦痛だとかメリットだとかコスパで考えていい問題だから。 検査はコスパに合うと。うん、しかし、がん保険は。はい、しかし、しかしがん保険は。はい。これは合わない。<laughs> 合わない。はい。がん治療を経験されて、本当治療と投資は似ていると実感しているんですが。改めてがん保険は不要だと。の、うん、がんになって治療しても。普通のその貯蓄だとか、投資を取り崩すまでもないと思うんだけれども。ちょっとしたお金で済むっていうことですよね。うん、今の食道がんの標準治療って。 抗がん剤の治療に2クールやって入院して、まあ、10日か2週間ぐらい入院するんですけどでその後であので手術をする。で合計こう間は空いてるんだけど都合40日、えーまあ、入院しまして去年の多分確定申告かなんかで計算したんだと思うんですけどなんか領収書を足し合わせてみるとあの医療費が235万円ぐらいでしたかね自分でこう払ったお金。 っていうのがでしかしその中で40泊分1泊4万円だったんですけど160万円は差額ベッド代だからこれはまあ私がこう贅沢として個室の方がいいな個室だと消灯時間とかも自由だっていうんでっの使ったお金で、まあ、これはあの健康保険からは出ないので、まあ、でもこれは自分であのこう使ったお金だから除外するっていうふうに考えると。 あと残りが75万円か。それほど大した金額ではない。その後で、ちょっとこれはびっくりっていうか、証券会社の社員だったから、証券業健康保険組合に入ってて、1回の医療費が2万円を超えると、上の差額を健康保険組合が出してくれるわけですあ。あとから健康保険組合からお金が入ってきたのを、 計算してみるとどうしても使わなければいけなかった医療費個室とかそういうあの贅沢を除外してそういう医療費って14、5万だったですかね保険に入っておく必要っていうのはなかっただからもちろん保険に入っていれば入院1泊あたり1万円とか1万5千円とか診断された時にいくらとかいくらか経済的なメリットはあったはずなんだけれども それは結果論ですよね。人生をこう巻き戻して、がん保険に入るのが正解かそうでないかっていうと、先ほど堀江さんまあ確率の問題だっておっしゃってたけど、確率と期待値を考えると、保険に入るのは圧倒的に率が悪いはずなんですよ。平均的に率がいいものなら、保険会社間違いなく潰れてるから。